大体1分でわかる今日のエンタメ。2人組音楽ユニットクラリスのクララさんとカレンさんが10月20日から配信されているライブ、クラリス10th Anniversary プレシャスライブギフトでメディアでは初めて素顔を公開しました。2010年のメジャーデビュー以来、正体不明の2人組ユニットとして活動してきたクラリスは、2011年にアニメ魔法少女まどかマギカの主題歌コネクトがヒットし注目を浴びるように。2014年には初期メンバーだったアリスさんが卒業、その後カレンさんが加入して新生クラリスとなって再始動しました。ライブ中には仮面をつけた2人の顔写真がデザインされたベストアルバム、クラリス10th Anniversary ベストのジャケットがステージ上のスクリーンに映し出され、仮面が外れて素顔のクラリスが登場するという演出も。新曲プレシャスの歌詞にある特別な今日はみんなと素顔のままで会いたいという一節の通り、クラリスの強い意志が表現されたステージとなりました。